はいどうも、在宅ワーカーのアルビンです。ですね、今日はまあ100均に行くという動画なんですけども、まあ、ルームツアーのね動画から続けてご覧になってくださった皆さんはまあ知ってると思うんですけども、まあ、私部屋がですね今、まあ、こんなごちゃっとした感じでございまして、2月の真ん中ぐらいからもうずっと在宅ワークを続けてて、で会社の決定として在宅ワークがさらに続くということで、この部屋を本格的にちょっと仕事場仕様に、まあ、改造しようじゃないかということで、模様替えをしたりとかする中で、まあ、今から100均に行っていろいろ買ってこようかなという動画でございます。ちょっとねニキビが潰れちゃってね、めちゃめちゃテンションが下がってるんですけども、まあ、マストで買わなきゃいけないのは延長コード、あと枯れない植物、あとレシートとかをまとめておけるなんかを探しに行きたいと思います。はい、もう暗くなっちゃったんですけど、おそらく私の住んでるところから一番近い巨大な100円均一があるところにまで電車に乗ってきました。よし、早速行きましょう。これですね。早速100均なのに500円、全然100円じゃない、まあ、こういうのにもとりあえず領収書レシートを打ち込んでっていうのでもありますよね。早速もう100均に入ってすぐのところは足止めを食いました。魅力的な商品が多すぎる。え、これどうだろう、これでいいんじゃないかな。これに本とか置いとく、ちょっとチャッチーどうなんだろうな。あ、これ枯れない曲です。こういうの枯れない曲です。収納ボックスこういうやつに入れるんかな。あの机の下のスペースが空いてるからあそこに入れたいっすよね。こういうなんか洗濯カップだ、これはランドリーバッグ。あ、こういうのねえんだよな。こういうのねえからワンチャン買ってみても600円か。これはないね。マガジン、あ、マホジンバッグね。ほいほいほい、これいいんじゃん。シートとかぶち込むっていうさ、そういう方法もありだよね。ハッピーで、これ何？ウォールポケット。これだ。枯れない植物。枯れない植物を買っていきましょう。はい。で、あとなんか机の上とかテーブルの上ごちゃつくんでおしゃれ箱を探しに来ましたけど、とりあえずこれは買いましょう。おー、延長コード。延長コードありましたか？4メートル長すぎるな。2.5 いるかな？4メートルいるかな？2.5、 あの部屋 2.5 足りっかな。 2.5 にしよう。 2.5 にします。こういうドキュメントファイルを買って、これに月ごとのレシートとかをまとめたいと思います。え、何これ、やりたい。ジェルクリーナーやりたい。私のキーボードめちゃめちゃ汚いからこれやりたい。え、すごいんだろうね。え、何これ、やったいんだけど終わりがたい。これにポケモン、とりあえずの帰ってきてからレシートをぶち込む用のボックスを見ましょう。多分さっきのファイルで私はいちいち整理はしないと思うので、これだな、これにぶち込みます。はい、全部で1500円ぐらいでした。これを帰ってからいろいろ収納とかも下したいと思いますけども、こうやってとりあえずできたので顔しこい。はい、帰ってきました。いやいや、戦利品で帰りなんか自転車ガシャガシャンってなって、ちょっと穴ここも開いたんですけど、袋大丈夫かな、ぶっ壊れてないかな、ちょっと心配です。ちょっと今急ぎの編集があるもんで、編集を先にしちゃいます。はい、編集が終わりまして、今書き出し中で向こうでパソコンをシューッと言ってるので、この間にちょっと開封じゃないけど片付けつつ部屋をねやってみましょう。これにまあレシートを入れると、で、ここポケモンちゃんとか何かしらの箱、とりあえずこれに今のレシートを込んで、花粉の薬とか薬はこうやってね入れて、次で紙、この方を貼ったので机の下にこれを入れたいんですよ、こうさっと。で、この辺のレシートだとか、レシート、あ、入んない、こういうのとかこう入れて、あ、絶妙に覗く、あ、絶妙に覗く、こうだな、こうして、こうして、はいはいはい、これもちょうどいいですよ。じゃあ
横か、まあ横か、こうだな。こういうさ、大事な書類とかをさ、普通に床に置いてるからさ、私は良くないわけですよ。絶対これ分かんなくなるからね、俺ね、今こう雑にこうガサッと置きましたけど、良くないよ、これ良くないよ、本当に。あ、え？